はじめまして、こんにちは。NMB48 10期生オーディションに参加しています。59番です。よろしくお願いします。めっちゃ緊張してるんで、なんやろ関西人やのに関西弁全然出ないかもなんですけど、緊張をリラックスして配信頑張ります。ぜひ最後まで見てください。よろしくお願いします。京都マサさん、こんにちは。はじめまして。皆さんはじめまして。 NMB48 10期生オーディションに参加しています。59番、兵庫県出身、高校3年生、17歳の、あ、まだ名前決めてなくて、59番です。よろしくお願いします。チャミさん、はじめまして。はじめまして。ウッピーさん、はじめまして。こんにちは。スケンさん、はじめまして。皆さん、はじめましてよかったらコメントしてください。読みます。自己紹介とかもほんまに初めてやと思うんで、たくさんします。聞いてくださいこんにちは。ゆうさん、マゴロックさん、ただのりジョニーさん、ありがとうございます。来てくださって。私何度かショールームオーディションに参加したことがあって、今回で3回目なんですけど、見たことある方がいらして、はい、嬉しいです。初見さんも見つけてくださってありがとうございます。59番です。はい、ただのりジョニーさん知ってます59番。あ、よしみんさん、私あの9期生オーディションにも参加してて、ちょうどその時によしみんさんの隣の番号やったんですよ。はい、なので実物をこの目で見ました。めっちゃ可愛かったですあ、おはようございますさん、はい、はじめまして59番としてはじめまして。見たことあります。頑張りますこんにちは皆さん、よろしくお願いします。チャミさん、めっちゃ緊張してます。今日もショールームのことしか朝から考えられなくて、私あの体操部に入ってて、今日8時から部活やったんですけど、8時から1時までもう危なかったですね。怪我しそうになりましたジェイクラさん、どうして NMB さんを受けようと思ったの？そうですね、私アイドルにめっちゃなりたくて、いろんなオーディション挑戦してるんですけど、そのなんだろう、48グループさんがめっちゃ好きで、で初めて挑戦した48グループさんが NMB48 さんで、9期生で、はい、リベンジに来ました。はい、合格できるように頑張るので皆さんよろしくお願いしますまた応援するよ。なんでやねんさん、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいですこんにちは、はじめまして。こんにちは。やばいコメントが皆さんしてくださってるから全然追いつかないです急ぎますね。おはようございますさん、ありがとうございます。だるま、嬉しいですキチさん、こんにちは。こんにちは。皆さん初訪問たくさん来てくださってありがとうございます。この人誰やって思う人いると思うんで、はい、初めましてなので自己紹介します。 NMB48 オーディションに参加しています。59番です。高3の17歳、兵庫県出身です。はい、バリバリの関西人です。よろしくお願いしますはい、見たことある方がいらして、なんでやねんさん来てくださってありがとうございます
はじめまして、バッシュマンさん、はじめまして。ラクラクさん、こんにちは。こんにちは。皆さん初訪問たくさん来てくださってめっちゃ出てます。なんとかさん初訪問って全部名刀してます見えます。ありがとうございます、嬉しいゆうさん、こんにちは。こんにちは。もっちさん、こんにちは。59番です、よろしくお願いします。私のことどんどん質問してください。頑張って返します。今の予定5時から7時まで今回するので、はい、皆さんのコメントに追いつけるように頑張ります。はじめまして、12期の時見てたよ。あ、京都マサさん、ありがとうございます。知ってます嬉しい、ありがとうございます。またまたですね。 SKE さんも受けたことがあって、はい、私今までめっちゃ受けてきて、なんだろう、ニアジョイさん受けたり、ニアジョイさん受けて最終まで行かせていただいて、 STU さんと SKE さんも最終まで行かせていただいて、アイドル、あとハロプロさんとかも3次審査まで行ったり、桜坂さん4次審査まで行ったり、なんだろう、いろいろ挑戦してるんですけど夢を叶えることができなくて、とにかくアイドルさんがめっちゃ好きで、この地元である関西で NMB さんに入れてアイドルになれたらめっちゃ幸せです。頑張って夢をつかみ取るので応援よろしくお願いします。身長まだ伸びてるの？ああ、今回3ミリぐらい伸びてましたね。身長測定伸びてました。で、背の順がでも一番後ろかなって思ったらもう一人、はい、ライバルがいて負けましたね。後ろから2番目ですこの前ちょっとやらかしちゃった話を聞いてほしいんですけど、そのクラスが分かれて集団行動体育の時間でやったんですよ。で、その時に体操の体型に広がれやーで広がるんですけど、前から2番目でそんな後ろに広がらんでええのに思いっきり広がっちゃって、はい、めっちゃ名指しでなんとかって先生に怒られてめっちゃ恥ずかしかったです。めっちゃ名前知れ渡っちゃいました、そのせいでポンコツってこと、はい、で次また多分私のせいでやり直しを食らってもう一回やったんですけど、その時は何やろ、5秒早かったですね。私のタイムロスで全体5秒遅くなっちゃって怒られました、はい、新学期から恥ずかしかったです。ももちさん、お久しぶり、来てくださってありがとうございます。59番です、よろしくお願いします。こんにちは、たいちゃんさん。なんかコメント読むの遅すぎてめっちゃ消えちゃいました、下の方のコメントが。すいません、頑張ります。意味がわからないですかね。ポジティブなこと書いてくれてますかね、なんでやねんさん、ありがとうございます。私もどうしても夢を叶えたくて NMB さんに入りたいのでショールーム審査も全力で頑張ります部活も忙しいんですけど配信も頑張って毎日やろうと思うので、皆さん覗きに来てくださいやばい、あのコメントがどんどん消えてっちゃうので、ちょっとだけこんにちはとか飛ばしちゃうかもです。はじめまして、頑張って頑張ります。そうですね、なんでやねんさん、いろんなアイドルさん大好きでいっぱい推しがいます。 NMB さんの推しはチッヒーさんと桜田彩香さんがめっちゃ好きですはじめまして、こんにちは、こんにちは、59番です、こんにちは。ジャンクさん、こんにちは、こんにちは。デコさん、シェンイさん、初めてじゃなくて、はい、何回か挑戦して悔しい思いしてるので、誰よりも合格したいって気持ちは強いです、あります。皆さん私の夢への後押しをしてくれませんか、よろしくお願いします。チョチョマルくんさん、あら可愛い、
嬉しいですありがとうございます。地元なんですよ、はい、よく上新とかのチラシにも NMB さん載ってたり、劇場も、はい、よく見るので、地元でアイドル活動できたら幸せですねこんにちは大井さん、こんにちはまた二度見ましての方もいらっしゃって、よろしくお願いします。風波さん、お久しぶり、ありがとうございます。はじめまして、ぶんばんさん、はじめまして、頑張ってね、ぬぬすくさん、はい、頑張ります、見たことありますテロップ出せば、そうですね、あ、どうしよう、あのコメント読みが全然追いついてないので、バーって読んでテロップ出します。ちょっと待っててください、急ぎますね。ちくわドーナツさん、こんにちは、またありがとうございます。59番です。 NMB さんのオーディションに参加してます。二度目ましての方も初めましての方も見つけてくださってすっごい嬉しいです。よろしくお願いします。モリシーさん、こんにちは。海太郎さん、はじめまして。ノーさんさん、こんにちは。何度かショールームオーディション参加したことあるんですけど、久しぶりとなるとどんな感じで私喋ってたかなっていうのを忘れちゃって、めちゃくちゃ緊張してるんでやばいです。もうめっちゃ顔赤くて恥ずかしい。頑張ります。ウルスさん、こんにちは。あの皆さんフォローしてくださってありがとうございます。すいません、名前呼べてなかった、全然。カイムさん、ありがとうございます、フォロー。やばい。マー君さん、こんにちは、こんにちは。あれ、あ、消えてく、やばい。お久しぶりです、チカドーナツさん、はい、お芋ちゃんって名前でやってました。初見さん、ありがとうございます。悟空ですか。あ、名前決めてなくて、テロップで後から聞こうと思ってたんですけど、あ、やばい、めっちゃ聞いてく。なんでやねんさん、ダルマありがとうございます。めっちゃダルマ嬉しいです後でテロップで名前募集って書きたいんですけど、書いてたらコメント消えちゃうんで、めっちゃ読みます、すいません。あ、やばい、聞いてく。初見さん、はじめまして。お芋ちゃん、ボールちゃん、はい、名前でやってました。はじめまして。京都マサさん、バラありがとうございます、嬉しいです、はい、合格できるように頑張ってるので皆さん応援よろしくお願いします。何やろこれ、ヌヌスクさん、ピカピカありがとうございます、初めて見ましたピカピカ、こんにちは。 KG さん、私目が悪いのでめっちゃ近づいちゃいますねナオさん、こんにちは、こんにちは、こんにちは。キットさん、初訪問の方がたくさんいらっしゃって嬉しい、フォローしました、頑張ってね、キットさん、めっちゃ嬉しいです。今もう1000人の方が見に来てくださってて、めっちゃフォローしましたって出てて嬉しいですまた見に来てくださるってことですよね、フォローしてくださってるってことは。待ってます、ありがとうございます。毎日配信頑張るので、今日は全然慣れてなくてうまく喋れないんですけど、もっとなんだろう、リラックスして皆さんと楽しく喋りたいです。とりあえず追いつけるように頑張ります。としちゃんさん、もしかして、はい、そのもしかしてなんですこんにちは、はじめまして。パンチーさん、すごいやん、すごいですね、皆さん私を見つけてくださるなんて。今回116ぐらいルームがある中で私のルームを選んでくださって、入ってくださってありがとうございます。ルームの写真ポニテなんですけど、ストレートおろしで来ました。私よくオーディション参加するときはおろしてます。あの時はその後に部活の部活があって、そのショールなんやろ、審査の直後に部活があったから、ポニテでそのまま、はい、部活に向かったんで、その時は珍しくポニテなんで写真ポニテです。審査の直後にまさか部活があると思ってなくて、部活があってやばいってなって、ほんまは審査終わって大阪でたこ焼きとかめっちゃ食べたかったんですけど、私部活で副キャプもやってて休むに休めなかったので、もうダッシュで大阪駅まで走って、戻ってきて高校まで行って、何事もなかったかのように、はい、技を通して、はい、土壇場な一日でした
もうアホ毛やばいですよね、そのサムネイルの写真めっちゃ恥ずかしいですこんにちは、さくらさくさん、ただのりジョニーさん、はい、してて、その時が初めてですね。ニアジョイさんの時に初めてオーディションに参加して応募して、中3から私アイドル目指してます。配信しましたね。その時から見つけてくださってる方もいらして、めっちゃ運命感じてます。今回初めて見たよって方もぜひ子さんになってください。私を最後まで押してください。よかったらプロフィール書いてるんで見てくださいこんにちは、しのんさん。こんにちは、よしさん。しでさん、こんにちは。はい、兵庫なんで関西です。バリバリの関西人で、いつももっと関西弁出てるんですけど、私緊張しすぎたら全然出ないっていう感じで関東弁が出ちゃうんですかね。めっちゃ関西です。関西ラブです。はい、こんにちは、頑張ります。こんにちは、コロワンさん。白熊さん、お久しぶりです。見つけてくださってありがとうございます。59番です。皆さんよかったら、あ、どうしよう、テロップ出したらコメントが消えるかも。よかったら名前とか考えてくれませんか。59番、私がいろいろ考えてるのは、食べるのが好きやから、食べ物で、この前なんやろ、一回やったことあるんですけど、ボーロちゃんの名前で行こうか他の名前で行こうか悩んでて、59番にちなんだ名前でも私に合いそうな名前とか考えてください。名前つけてください。はじめまして、モノボンさん、こんにちは。スポーツ得意、はい、今体操部に入ってて、バリバリ大会が近くて、今日も8時から1時まで部活やってきたんで、スポーツ得意です。私の得意種目は平均台と段違い平行棒です。体操のことめっちゃ、はい、好きなんで語ります。こんにちは、皆さん、こんにちは、はじめまして。哲司さん、久しぶりに、私も嬉しいです二度目ましての方も、はじめましての方もありがとうございます。かなさん、こんにちは、応援してるよ、嬉しい、こんにちは。ちくわドーナツさん、ハートありがとうございます、嬉しいです。こんにちは、しかおさん、こんにちは。憧れの先輩は桜田彩香さんと川上千尋さんが好きで、憧れてて尊敬してて大リスペクトです男女、え、そうなんですか、今いないかな。ココハさんめっちゃ好きでよくショールーム覗いたりしてるんで、でも読むの遅かったですよね、きっと。今いないですかね。めっちゃ手足長くて、あ、よかったら伝えてほしいんですけど、ココハさんの好きなところ、 SKE さんで頑張ってらっしゃる方なんですけど、めっちゃ顔ちっちゃいし、ダンスも歌も上手やし、手足長すぎるし、おしゃべりして、なんだろう、握手とかもしてもらったんですけど、オーディションで会った時に、めっちゃ優しくて大好きですすいません、気づけなくて、来てくださってめっちゃ嬉しいです、ありがとうございます。本人ですかね、嬉しいココハさん大好きです。ボヨヨン星人さん、はじめまして、はじめまして、59番です。はじめまして、白熊さん、流れ星ありがとうございます。こんにちは、まさやさん、二度目ましてはじめまして。ちょっとコメント飛ばし飛ばしになっちゃっててすいません、頑張って追いつきたくて。ゆってぃさん、こんにちは。トムさん、こんにちは、59番です、こんにちは。私の二度目ましてありがとうございます。今のままで良きですよ。良きですか、良き良きですか、嬉しいです私、あの、なんだろう、すごい緊張しいなので、うまく喋れなくて、皆さんたくさんコメントしてほしいんですけど、
不器用すぎてコメントにすら追いつかなくて、はい、頑張ります。また来てくださってありがとうございます。ヤスさん嬉しいです。待っててくれましたか？ NMB さん大好きなので、ほんまにめっちゃ好きで、地元でやっぱり地元やからっていうのもあって、チラシとかでもよく見るし、街中でもやっぱ NMB さんよく見るし、生まれ育ってきた関西なので地域に恩返ししたいですね。兵庫出身なので兵庫愛語れますよ私。皆さんも地元愛聞きたいです。初見さんはじめまして。マサヤさんピカピカ嬉しい。59番、あ、そうなんですか。ちくわドーナツさんすごいですね、よくわかりました。顔変わっちゃってたかなとか思ってて、サムネの写真と今の顔下ろしてるからまたちゃう感じで、私は下ろしてる方が好きなんですけど、どっちが好きですか？鬼手か下ろしか、皆さんそれによって何やろ、下ろし回数とポニテ回数変わるかも。ありがとうございます、見つけてくださって。皆さんフォローしてくださってありがとうございます。今日見るまでにフォローしてくださる方もいて、めっちゃ嬉しかったです。まだどんな子も分からへんのにフォローしてくださって、わざわざ見に来てくださって、それがすごく嬉しくて頑張っちゃいます。こんにちは、押したい、嬉しい。私のこと押してください、めっちゃ嬉しいです。ブッシュマーさん、今が押し時ですよ。これから頑張って NMB48 さんに合格してみせるので、子さんになれるチャンスです。今を逃しちゃいけませんよ。オッスーさんこんにちは、アッスーさんでした、ハートありがとうございます、嬉しい。ぼちぼち慣れますかね。明日もする予定なんです、ショールーム。まだ全然配信予定とか出してないんですけど、今日は5時から7時と夜ご飯食べて8時から10時までするので、皆さん2回とも来てください。今来てくださってる方待ってます。はじめまして、何でも質問してください。私コメント読み、はい、追いつけるまで頑張るので。サムネイル見て分かりまして、すごいですね。よく分かりました。しのさんこんにちは、あ、また会えて嬉しいです。2度目ましてありがとうございます。59番です。皆さん私名前をつけてください。ボーロ好きやからボーロちゃんでもいいかなとか思っちゃったりしちゃったりしなかったり、なんかないですかね、いい名前。明日ぐらいまでには名前決めたいです。こんにちは、まさやさんハートありがとうございます。真面目ですか。よく言われます、真面目嫌なんですよ私。なんか近寄りがたくないですか、真面目の子って。払拭します。真面目じゃないです。こんばんは、さんさん。ちょっと目が悪くてところどころ読み間違いしてたら、なんとかだよって言ってください。小島だよみたいな感じで、違うよって。はじめまして、こんにちは。さや姉さん、さや姉さんが好きなんですかね。応援してますよ、ありがとうございます。こんにちは、練習曲そこまで、はあ、NMB さん私夢は逃げないがめちゃくちゃ好きです。一番好きな曲です。たくさんあるんですけど、青春のラップタイムとか、渚最高とか、好きだましとか、いっぱい好きな曲があってずっと聴いてます最近。悟空ちゃん、孫悟空みたいですね、強そう。ありですね。初見さんはじめまして、59番です。皆さん私に名前をつけてください、よろしくお願いします。何がいいですかね。頑張ります、原からさん、ありがとうございます。ミレポンさんこんにちは、
やすさん、お芋ちゃん、はい、お芋も好きなんで、私好きな食べ物を名前にしたいっていう気持ちもあって、今のところ悟空ちゃん、お芋ちゃん、ボールちゃん、はい、皆さん案お待ちしてます。ウルスさん、ハートありがとうございます。イノさん、ピカピカ嬉しいです。できねよお芋好きなんで、お芋ちゃん好きなんありなんですけど、他の HKT さんにお芋さんがいらっしゃるので、かぶるのあれかなとか思ったり、悩みどころです。元気くんさん、はじめまして。はじめまして。ほのぼのさん、こんにちは。リサさんに似てますか？そんな美形な方に嬉しいリサさんめっちゃお綺麗で好きですじゃあ私若く見えるってことでいいですかね。高3です。こんにちは。今どこを読んでるんだろう全然上が到達しなくて、皆さんがたくさん送ってくださってるから遅くてすいません。頑張ります。京都まささん、タコタコありがとうございます。ヒョウ柄めっちゃ可愛いです。これお父さんに昨日印刷してもらって、頑張って切って貼りました、ロゴ。ヒョウ柄可愛いです。タコさん、こんにちは。初見さん、はじめまして。59番です。よろしくお願いします。 NMB さんが大好きで、どうしても合格したくて今回のオーディション受けたので、皆さん押してください。私全力で皆さんの期待を裏切らないように頑張るので、よろしくお願いします。ピカピカ、ヤスさん嬉しいです。ポニテ、ポニテもいいですよね。いつも学校ではポニテールなんですよ。結構私髪が長くて、見えますか？あ、わからん、こんぐらい長いです。だから乾かすの30分かかるんですよ、私髪の毛。ヘアケア頑張ってます。パンドネオさん、ハート嬉しいです。配信役見つけて嬉しく、即フォローして、わ嬉しいありがとうございます。またバンバン配信役入れるので、皆さん要チェックです。了解しました、ありがとうございます。おろしポニテ、あー悩みますよね。うーん、ポニテもまたするんで、どんな感じか見に来てください。ヘアあれ、私めっちゃ下手くそで、ポニテとおろしぐらいしかできなくて、友達にこの前初めて巻いてもらって、髪の毛を練習したいですね。こんにちは。バサラゴーさん、流れ星ありがとうございます。初見さん、マッチさん、はじめまして。59番です。多分分かんないことばっかりだと思うんで、質問待ってます。悟空さん何がいいですかね、お名前。こんにちは、フルゼロさん、二度目まして、ありがとうございます。泣ける曲、夢は逃げない、めっちゃ泣けますよね。好きです、染みます、めっちゃ。白根さん、はじめまして。めっちゃ美人になりました。本当ですか嬉しいです。そんな言われることないですけど、なかなか日常で皆さん褒めてくれるので、めっちゃ嬉しいです。こんにちは。真面目でいいと、いいですか、そのままの私を受け入れてくださってありがとうございます。こんにちは、皆さんフォロー嬉しいですこんにちは、フォローしました、ありがとうございます。マスクさん、こんにちは、はじめまして。ともあきさん、パンドネオさん、ハートありがとうございます。皆さんはじめまして。59番です。兵庫県出身、高校3年生17歳です。 NMB さんが大好きで、どうしてもアイドルになりたくてこのオーディションに参加しました。どしどし質問待ってます。コメント押してください。今指押しちょっと違いますね。もう呼び鈴押して私が出ていけたらいいんですけど、あいにく喫茶店いなくて、私あの押す、アイドルを押す方で押してほしいですいつも入ってくれると、あ行ってるから
行きたいです。私も NMB さんにステージの上に立って皆さんにペンライト振ってほしいです。私白とか紫とかが好きです。色めっちゃ悪くて。あ、待ってます、白熊さん。そう、大喜利とか。そうですね、もう渚さんがすごいので頑張らないとですね。めっちゃ教育してしごかれたいです。団子もめっちゃ好きでずっとしてます。でも部活やってるから前転とかしたらすぐほどけちゃって、団子とかあんまりしないですね最近。体操部に入ってます。いますか、体操部の、体操部やった方。皆さんハートありがとうございます。こんにちは。こんなに追いつかないんだコメントって。はじめまして、お気に入りかもです。可愛くないですか、黒。黒の服好きなんですよ私。コーラ、私コーラ飲めなくて、弟がいるんですけど、弟はめっちゃ飲むんですけど、家族とかめっちゃ飲めんのに炭酸無理で、サイダーとかも。私は隣でいつもリンゴジュースかオレンジジュースです。あ、ありがとうございます。ゆうさん、ちょいちょい見かけてたんですね。今回じゃあがっつり見てください。変わった名前ですね。59番、そうですね、名前が50で下の名前が9番。あだ名つけてください。私のあだ名、こんにちは。あ、追いついた。はい、すいません皆様お騒がせしました。ダラダって呼んじゃって。こっからもうコメント読めるんでテロップ出しますね。コーラ NG。 はい。弟さん、私押してくださいよ。焼き餅焼きますよ。テロップ。はじめまして。自己紹介します。NMB48 10期生オーディションに参加しています。59番、兵庫県出身、高校3年生17歳の A 型。身長は 165.5cm でクラスで後ろから2番目です。部活の中では、はい、女子で高いですね。同学年で一番高いです。今体操部に入ってて、大会があと残り3つで総体に向けて頑張ってます。皆さんのことも、はい、全力で私応援するので、私のこと押してください。よろしくお願いします。こんにちは。体操やってるならロンダートバク中。はい、めっちゃ今練習してて、最後の総体で使えるように補助ありでこの前やったんですけど、まだ補助なしでできないですね。難しいです、ロンダートバク中。スワンっていう技も今めっちゃ練習してます。難しくて、はい、体操を高校生から始めたんで食らいついてます。こんにちは。配信ご苦労様です。ありがとうございます。それ名前になったらちょっと呼びにくすぎません？呼びにくいですね。こんにちは。ロンダートバク中、はい、めっちゃかっこよくて早くできるようになりたいです。自分で自力でできるん、まだ前宙とかわかりますかね皆さん。前転を空中でやるやつなんですけど、そんなんやったり、得意種目は平均台と段違い平行棒で、なんやろ、段違い平行棒は特に蹴上がりが得意です。皆さん蹴上がりできますか？私めっちゃ得意でずっとやってます。でもこれできるようになるまで2年かかりました。蹴上がりめちゃくちゃ難しくて、見た目によらず奥深い技です。こんにちは。5級4級。慣れますかね。私あの書道をやってて8段位持ってます。はい、字書くの得意で、これも頑張って書きました。書道配信とかできたらいいですね。また
書いた字とかもお見せしたいです。中学校とかは字書くの得意やったんで、生徒会入って前に出てやってました。号泣ちゃん、こんにちは、こんにちは名前決めてなくてありがとうございます。あん、悩みますね、何がいいんか。食べ物の名前にしたいような気も。好きな食べ物は卵ボーロと焼き芋とおにぎりにかけるとろろって皆さん知ってますか？緑色のあれと梅も好きやし、私お菓子が大好きで、うん、毎日食べてるんですけど、今オーディション期間中なのでめっちゃ我慢してます。すごく食べたい。食べっ子動物がめっちゃ好きです。皆さん食べっ子動物のピンクと青と白どれ推しですか？ノーマルのプレーンか、水族館の方のチョコか、ホワイトか。私はやっぱ王道にプレーンですかね。お菓子大好きです。お菓子グッズとかも集めてます。呼び名投票、投票、そうですね、あの選択肢がまだ私の中で決まりかねてるのでちゃんと決めます。それからできたら投票とか段違い、はい、段違ってます。一番得意ですなかなか皆さんやったことないですよね。鉄棒とかやったらあると思うんですけど、段違い平行棒っていうのは鉄棒が二段になってて、飛び移って高い方やったら結構高さがあって、何歩あるんやろ、 2,3 メートルあるんですかね。そっから降りて着地を決めてする技で、はい、段違いが一番好きです。平均台も得意なんですけど、めっちゃ怖くて、平均台って細いんですよ、幅が。で、私は落ちたらほんまに死んでまうっていうぐらいの勢いで心を決めて毎回やってて、やから決めるっていう時は絶対乗る、勝負強い感じです。大会とかに勝負強いねってよく周りの子から言われて、負けん気がすごいあります負けず嫌いなので、はい。もうだって高校とかきっかけあったの、そうですね、なんだろう、アイドルを目指してたから特技になるものが欲しいなって思って、体操もあるし、運動がめっちゃ好きで、体育とかずっと GO ですスポーツテストとかもオール A とかで、めっちゃスポーツが好きなんで、思いっきり動かせるのが体操やなって思って、顧問の先生も結構ガチなんで、めっちゃ全力で体動かせて、それですかね、きっかけは。トランポリンに一目惚れして入りました。実は競技用トランポリンって言ってめっちゃ跳ねるんですよ。皆さん飛ぶ機会あったら飛んでみてください。めっちゃ面白いですこんにちは、タンニさん、二度目ましてコックちゃんもありですよね。めっちゃ何回もいろいろ考えたんですよ、名前を。めっちゃむずくないですか、59って。1番とかやったらワンちゃんとか可愛い名前とかつけれるんですけど、悟空とか孫悟空とかそういうのでしか出てこなくて、可愛い名前つけたいです。8段、はい、8段ってどんぐらいか分かんないですよね。私が受けてる書道の中の、なんやろ、その年齢で受けれる段位としては一番上を取って、もうやめちゃったんですけど、はい、結構頑張ってました。泣かないで号泣ちゃんやったら泣いちゃいますよね。10段の方がそういうのがなくて、私の時8段が一番上だったんですよ。頑張りました、その時。でも受験期になってやめちゃって、ちょっと続けたらよかったなって思ったりしちゃったりする時あります。ハイスペック、そうですか運動得意で、サッカーとかもめっちゃ好きで、リフティングのテストがあったんですけど、そこで選択した人の中で1番狙いました。得意です。大井さん、ピカピカありがとうございます。こちらはお腹が2段お腹、あ、2段腹ってことですか。私誇れるところなんですけど、毎日部活で筋トレしてるから腹筋割れてます。オーディション時のアピールにも実は割れてますって言いました。おーって言ってくださって
割れてます。めっちゃ鍛えてます毎日。柔軟と筋トレは必須で、皆さんも頑張りましょう一緒に筋トレと柔軟。学校お弁当、そうですね、お弁当持ってってて、でもオーディション期間中とかまさに今太りたくなくて、リンゴ弁当ですね。どうしても足りないときはちっちゃいおにぎり1個とリンゴ、塩漬けにしたリンゴを食べてます。私は中学校までが給食で、きなこパンめっちゃ好きやったんですけど、食べれないのが無念ですね。すごくプレーンですよね。食べっ子はプレーンしか勝たんです。食べっ子の推しキャラはうさぎです。で、周りの友達に言われたのが、私ってめっちゃうさぎ好きやってことで、ただ単に可愛いから推してたら、なんやろ、身の回りの好きなキャラクターがうさぎばっかりで、だいたいうさぎやったら私好きです。うさぎが好きですね。初見さんはじめまして、59番です。また名前決まったらこの欄にドーンって書きます皆さんに出してもらった案から私が独断で決めちゃいます多分。こんにちは、ひでりんさん、ハートありがとうございます。嬉しいです。部活が1時まであって、めっちゃ急いで準備して5時からやったんで、全然メイク間に合わなくて、ほぼすっぴんですねやばい。額掴んで話さない。50、あ、9番、タコの9番みたいな私タコとイカやったらイカ派ですね。イカそうめんとかおつまみとかめっちゃ好きです。ビーフジャーキーとか渋いお菓子めっちゃ好きです。兵庫には名産品でタコカステラとか明石焼きとかタコにちなんだものがめっちゃあって、皆さん兵庫に来た時はタコ飯とかぜひ食べてください。美味しいです。なんかお弁当の紐引っ張ったら蒸気出るんですよ、タコ飯弁当めっちゃ美味しいんで、ぜひ兵庫に来た時は。コックちゃん可愛いですね。コックちゃん悩ましいピカピカありがとうございます。リフティングもできるのか。そうですね、足でできます。頭はちょっと痛くてできないんですけどめっちゃサッカー好きで、小学校の時に男子に一人混じって入れてやらせてもらってたぐらい好きで、お父さんの試合とかにもついて行ったりとか好きです。もしトマトちゃんさん、ハートありがとうございます。シックスパック見せて。この服なんでちょっと恥ずかしいんで、でも割れてますよ。皆さん想像してください、私ここに割れてます、ここ割れてますお店はちょっとやめてきますね、こんな服なんで。体操飛んでるだからほんまに食べ過ぎた時にトランポリン乗ったらやばいですよ。一回部活のみんなと何食べ放題に行って、その後に練習しようってなってたんですけど、私食べ放題とかめっちゃ好きで、食べることが大好きなんで、調子乗りすぎてめっちゃ食べて痛い目合いました。皆さんトランポリン飛ぶ時は食べ過ぎ注意です。トランポリン学校のはめちゃくちゃ跳ねるんで、前宙とか後方宙返りとかするんですけど怖いですね普通に飛ぶ分は楽しいんですけど。頑張ってます。今日もめっちゃ飛びましたよ。意外としんどくてトランポリンって楽しいのに。これの時間に来る、あ、また見に来てください。原からさん、この子すごいぞ。すごいですか、私そんなすごいって褒められたことないんで嬉しいですありがとうございます。7時まで今回の配信するんで、皆さんぜひ喋ってください。私ともう2000人の方が見てくださってるんですね、嬉しいです。多分ほんまにこの子どんな子なんやろって知らないと思うんで、どしどしコメントで質問してください。名前も待ってます、募集してます。勝手に私の気まぐれでこれやってなったら決めちゃうかもなんで待ってます。
金をみんなで割りましょう。割れてますよ私。倒れるだけで腹筋ワンダーコアも持ってますうさぎっぽいですか。うさぎのかぶり物も私持ってて、私あのジャズダンス習ってるんですけど、その時の風習でハロウィンは仮装していくっていうのがあって、私はその当時めっちゃ食べっ子動物が好きやったんで、うさ耳を頭からかぶるやつをつけて食べっ子動物のコラボスウェットを着てダンスを踊りました、その時サンリオキャラクター大賞ですよね。私の周りにもサンリオキャラクター大賞でめっちゃクロミちゃん推しとポチャッコかな推しがいて、投票してってめっちゃ言われて、はい、投票しました。マイメロめっちゃ好きです。私個人的になんやろ、シナモンですかね。シナモンとかクロミちゃんも好きですし、キティちゃん今筆箱ですジュールペットとか皆さん知ってますか。めっちゃ好きでゲームがあってスマホみたいな持ってました。サンリオ燃えてますね今、皆さんが熱くなってる知り合いに心身全中ですか。私今それ練習中で、今日もトランポリンでやりました。難しいですね、なかなか床を蹴るのが難しくて。兵庫、ああそういうことですね、なるほど兵庫の語を取って極ありですあれ、お、へんちゃんさん見たことある、二度目ましてですか。来てくださってありがとうございます。59番です。どしどし質問待ってます。私高3で今受験生で、勉強と部活とオーディションとでもう頭いっぱいいっぱいで大変なんですけど、どうしてもこのオーディションに合格したくて人生かけてるので、皆さん私の何やろ、楽しい時間にしてください。このショールームの時間ぜひいっぱいおしゃべりしましょう。楽しく待ってます。モッコス何でしょう。ブッシュさん、あ、知らないです。あれですかね、ブッシュさんの特産品みたいな、タコ飯的な感じですかね。気になります。それ初めて見ました、知りました。あなたの人生コク、人生にコク、コクですか、味のコクみたいな、コクちゃん、そういうコクちゃん可愛いですね、響きが、響き好き たくさんネタありがとうございます。案出してくださって、なみえさんこんにちは、こんにちは、59番です、よろしくお願いします。高3の兵庫県出身です。 NMB さんの推しは川上千尋さんと桜田彩香さんです。他にも皆さんほんまに尊敬してるんですけど、特にめっちゃ大リスペクトしてるのはその方です。好きな曲は青春のラップタイムとか、夢は逃げないとか、好きな飯とかもういっぱいあるんですけど好きです。おばあちゃんがカラオケ屋さんやってるんで、最近も毎日のように歌ってます。人数じゃなく盛り上がり度数、盛り上がり度数なんでしょうすいません、せっかく書いてくださってるのに私鈍感すぎて卵なら割れます。私卵割るのめっちゃ下手かもです。殻入れちゃってこうやってちまちま取ってますすごいです。たまに片手で割れる方とかいらっしゃいますよね。すごい、ほんまに。シナモン、クロミちゃん、キティちゃん、ウサギのキャラいましたっけ。あ、マイメロ、あ、そういうことですねマイメロウサギや、ほんまやこんにちは、タロピさん、ゴールサギ、星サギ、
見たことある。二度見まして、ありがとうございます。59番です、よろしくお願いします。今日が初日で、これから9日間ですね。長いようで短いようで、短いような、すぐもう最終日やって悲しくなると思うんですけど、皆さん一日一日の配信大切に見に来てください。待ってます。私最終日まで走り抜けるのでついてきてください。イレブンさん、ハートありがとうございます。見たことあるラーメン屋さん、ラーメン屋さん、あ、モッコスってところですか。私ラーメン好きで、私の好きな、なんやろ、ベースというか、なんかカスタムというか、そういうのはバリカタの細麺の豚骨か塩かですね。固めの細麺が好きです。ひみずらさん、二度目まして、ありがとうございます。二度目ましてです。国歌いい、国歌いいですよね。もう NMB さんたくさんいい曲があって染みます。やから寝る前とかに聞いて、頭で脳内再生しながら寝ます。私のルーティン割引してもらえると聞いてきました。カラオケ屋が割引してもらえるとなるほど、うん、やばい、読解力がカラオケ好きでよく行きます。私割引ですかね。こんにちは、ゆきまるさん、おばあちゃんやっててよく行きます。カラオケ好きで、友達とかともよく行って、私アイドル曲ばっかり歌うんで、友達には初めて聞く曲やって言われて布教してますみた思い出がある、卵ネタえらい目、あー、片手で割ったらえらいこっちゃなりますよね。卵焼きとかも下手くそです。作んの料理が下手ですね。私今回で受けるの2回目、あー、オーディションですかね。私たくさん受けてて、いろんな方が好きで、アイドルさんがめっちゃ大好きで、中3から受けてて、ショールーム審査は3回目です見てる人数ではなくなったのよ。そうなんですか、見てる人数たくさん見てくださってます。今2000人言ってたの。あー、すいません読解力本当にダメですね。私見てる人数ではなくなった、めっちゃ嬉しいです。2000人も応援してください。2000人の方、皆さん今がお城期です。私の質問も待ってます。どしどし答えるので、ぜひぜひこちらへ配信時間制限、そうですね、私17歳なので10時までできます。今日は初日なんでたっぷりしようと思って、これからは部活とかがあって、部活が6時半ぐらいかなあるので、多分5時からやと思うんですけど、平日はその時間からはなかなか難しくて、できる時にやろうと思って、今日せっかくできるので10時までちょっと休憩またぐんですけど、はい、ここに貼ってあるのでぜひ見てください。スクショとかもしとってください。覚えててください、この時間。こんにちは、こんばんはか、こんにちはか、微妙に時間になってきましたね。もう6時なんで。あやぴょんさん、かわいい、かわいいですよね。もうめっちゃ笑顔が大好きで、めっちゃ大好きほんまに好きです。なんやろ、8期生さんとして入った瞬間から大好きってなってずっと押してます。こんにちは、ないのは酷ですね酷ですね、早く決めなきゃですよね。私優柔不断なんで、ちゃんと決めます。あ、そうなんですか、おきさん、みかにゃんさんがサプライズ、サプライズめっちゃ好きです。私嬉しいですよね、サプライズで。
ライブとか卒業セレモニーってめっちゃ大事やと思うんで、ファンの方とか行きたいですよね。結構当選確率とかあれって厳しいんですよね。私実はライブとか一回も行ったことなくて、大好きやけどなんか一歩踏み出すライブまで向かう勇気が出なくて、行ってみたいですライブ。最高点数学校のですかね、全然わかんないです何の点数やろ、あ、体操のですかね。なんぼやろ、点数のつけ方がめっちゃ難しくて、ほんまにうまくいかんかった時は 0. 何点とか刻みで体操スコアが出るんで、めっちゃシビアなんですよ。 D スコアと E スコアと技術面の点数と、なんやろ、美しさとかがいろいろあってなかなか難しくて、でもその NMB の二次審査受けた後に次の大会に出るメンバー選考会があって、それに、はい、審査後に私ダッシュで兵庫に戻ってきて受けて団体に入れたので、団体メンバーとして頑張ります。もう今めっちゃ忙しくて、もう部活がめっちゃありますね。今日も1時まであったんでヘトヘトです。筋肉痛ですめっちゃ推しポイント、私のですか私の推しポイントは、なんかよく横顔褒めてもらえることが多くてめっちゃ嬉しいです。それとかほくろ、目の中とかにもあってめっちゃほくろありますと、何やろ推しポイント、私あの初対面の方に絶対言われるのが、姿勢めっちゃええやんって言われるんで、姿勢の良さですね。絶対言われます、姿勢良すぎるって褒められとんかどっちかわからないんですけど。なので体操部入る前、入る時に先生に体操やってたって言われるぐらい姿勢が良かったらしくて、よく友達に私の座ってる姿写真で撮られます、まっすぐすぎるらしくて推しポイントです。皆さん私の推しポイント見つけてください1時間で晩ご飯食べるのか、そうですね、そんなん言ってて結局食べれない気がするんですけど、私しっかりお昼ちゃうわ、晩ご飯食べるの1時間かかるんで、それ食べてたら確実に間に合わないですよね。無謀ですね結構。でも配信時間に間に合うように帰ってくるんで急いで食べます。食べるの遅すぎてお弁当とかでも喋りながら食べてたらもういっちゃ遅いんですよ、私が食べるの遅くってはちきですよね。もう NMB さん全体美女が高すぎて、美人さんやし綺麗やし可愛いし、もう悪いところがないですよね、欠点がパフォーマンス能力も高くってダンスもキレッキレやし、めっちゃもう大好きで、すごく入りたいです NMB さんに。押してもらったからには絶対後悔させないので私頑張ります。わあ、ど真ん中すごいですね、けんちゃんさん大当たりですね、上席やっぱ生で見るの違いますよね。私も皆さんに早くステージ上で会って生でお会いしたいです。割と身長があるのでびっくりするかもですこんな高かったんやってなるかも。こんばんは長崎県民さん、名前まだ決めてなくて、はい悩んでます。ぜひ名前つけてください。一緒に同伴しましょう。一緒にですか、ありがとうございますあ、カラオケの点数ですか、カラオケ、94とかですかね多分甘い採点やったのもあると思うんですけど、めっちゃ歌うの好きでカラオケとか大好きです。人前でも緊張しない方法
なんやろう。私的には緊張心なんですけど、本番となると緊張とか何よりも、もう目の前にあることを絶対やり遂げるっていう気持ちでやってて、よく米って3回書いて食べたりとか、お守り握ったりとかして緊張しないようにしてます。部活の大会めちゃくちゃ緊張して、特に平均台でターンする時とかめっちゃ緊張するんですけど、今この瞬間は今しかないから後悔せんようにって思って、全力で私は何事にも頑張ってます。米を3回書いて食べるのおすすめですぜひぜひ。すみまるさん、こんにちは。こんにちは、59番です。瞳綺麗、綺麗ですか？私瞳の中にもほくろがあって、目茶色っぽいんですよ。友達に言われて気づいて、はい、黒目大きいねって言われます。白目ないんですよ全然鼻筋通りまくってるもんな。 ありがとうございます鼻高いねって褒めてもらえること多くてすごく嬉しいです智彦さん、はじめまして。はじめまして、59番です。見に来てくださってありがとうございます。真面目か、真面目ですかね、真面目出ちゃってますかねはじめまして、チョロさん、はじめまして、59番です。よろしくお願いします。はじめましての方全然わかんないですよね、私のこと。自己紹介します。兵庫県出身、高校3年生、17歳の、今体操部に入ってて書道8段持ってます。 A 型 165.5cm 59番です。よろしくお願いします。 NMB さん、めっちゃ地元で憧れているメンバーさんは川上千尋さんと桜田彩香さんです。めっちゃ尊敬してるしリスペクトしてます。好きな曲は青春のラップタイムと夢は逃げないと好きだ虫とたくさんあります皆さんも推し曲とか推しメンバーさんとか語ってください。もう私をメンバーさんとして捉えて推してもらってもいいですよ。アピールポイントとか私の、ぜひぜひ書いてください。かわいいピアノしてましたか、みえさん。私してなくてドレミすらわかんないぐらい。小学校とか、なんやろ、音楽会とかで木琴とか太鼓とかするには鍵盤のテストが いるんですよ。で、私鍵盤が苦手すぎてそれすら通らなくて痛い思いをしました。でも謎に小5小6ぐらいはアコーディオンやってました。ピアノできないのに必死に練習して。ピアノ苦手ですね。みやさん、背が高いけど手は大きいですか？手大きいですかね。私部活のせいで手がもうここ痛々しいんですよ。皮めくれてて手大きいかもです。足も大きいです全部大きいです。体操してるんで体は柔らかいですか？そうですね、高校から体操始めたんですけど、本当に私柔軟とかもできなくて、最初90度とかで倒立すら怖くてできないぐらい、ほんまに側転もできへんし、なんで入ったんってなるんですけど、でも頑張って100、160ぐらいですね、ですかね、結構開くようになってきて、前後開脚やったらベタっていけます。得意です。まさっちさん、こんばんは。こんばんは、59番です。よろしくお願いしますおでこ出したら可愛い。小学校とかずっと出してましたね、おでこピンでペペって止めて。中学は卓球部やったんでおでこ出す時も多くて、でもちょっと恥ずかしいです、おでこいつも前髪あるんで、私学校行く時も。
腕の筋肉めっちゃムキムキかもですマサッチさんハートありがとうございます。嬉しいです、届いてますしんちゃんまだ伸びるかもね。170、そうなんですよ、私ずっと170目指してるんですけど、あと5センチ、5センチが足りなくて、めっちゃ背が低いか背が高いかが良くて、背が低かったら可愛いじゃないですか、背が高かったらかっこいいから、どうせなら170になりたいです。牛乳とか好きで飲むんですけど聞いてるか分かんないです。源太郎さん、源五郎さん、はじめまして、59番です、よろしくお願いします。皮がむけてるの、はい、そうなんですよ、皮めくれちゃってて、ここ赤くなってるのが何回もめくれて層になってますめくれちゃった時はもうめっちゃ痛いですね。よくダンチやっててめくれるんですけど、鉄棒やってて。あっちゃんさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。前お見かけしたお顔ですね、二度見ましてありがとうございます。59番です、ぜひお話ししてください、私とぜひ楽しい時間にしましょう7時までやるんで、あと1時間皆さんと喋れます。どこまで広がるか、これが限界かな全然広がらないんですよ私。ぐらいですかね。新しいことチャレンジすることが好きなの、そうですね、めっちゃチャレンジするのが好きで、怖いもの知らずというか何にでも飛び込みます。できないってみんなが思うことでも絶対やるし、一回劇とかもやったことあります、ロミオとジュリエットとか劇出たりとか。新しいことなんやろ、何でも挑戦チャレンジするのが好きですね。体操とかも日々新しい技で、今日も新しい技やったりしてます。はじめまして、おでん屋さん、はじめまして勲章だよ、褒めてあげたい褒めてくれますか、ありがとうございます。痛いんですよ手が。で体操やってたらやっぱ怪我もしやすくて、去年とかその得意な鉄棒でうまく手首が、帯っていうサポーターをつけてやるんですけど、サイズが合わなくて手首回らんくってひび入っちゃって、全治2ヶ月とかかな、ずっとぐるぐる巻きで過ごしました。自転車も乗れへんし、体育も大好きやのに参加できへんしで、いいことなくて。皆さん怪我には気をつけてください。高校生の方とか相対近いんで、怪我だけには大きい夢をつかめるように頑張ります。こんばんは。しない、あ、そうですか。やめときます。知らなくて、ありがとうございます。教えてくださって。コーラは好きならコークちゃんとかどうかしら。コークちゃん。コーラ苦手なんですよ、私飲めなくて。美味しいですか、コーラって。サイダーも苦手で、あんまジュース飲まないですね私お茶が好きです、ルイボスティー。私小さい頃からずっとルイボスティー飲んできて、ルイボスティーが麦茶と思って育ってきたんで新潟県出身 NGT オタクさんです、はじめまして、来てくださってありがとうございます。もう大好きなお友達の方が NGT さんにいて、奥村桃香さんなんですけど、知ってますか、桃香さん。憧れててめっちゃ大好きです見てくださったらすごい嬉しいんですけど、めっちゃ推してます知ってますか。はじめまして、マッピーさん。体の動作とかいう経験、あ、ありがとうございます、教えてくださって。もうダメですね私も、全然わかんなくてポンコツです本当に。こんばんは赤花さん、こんばんは。59番です、
に飲めまして嬉しいです。お茶が好きならティーちゃんお茶好きですね、めっちゃ。でもアップルティーとかはそういうの飲めなくて、飲めるのルイボスティーだけなんですよちょっと不思議ですよね。午後の紅茶とかも飲めないです。初見さんはじめまして、59番の兵庫県出身高校3年生17歳の、また名前決めますよろしくお願いします。やばい、めっちゃ緊張しますね。私顔がすぐ赤くなるタイプなんで、めっちゃ赤いです今も、恥ずかしいお茶好きなのでごくごくちゃん元気あっていいですね。私よく元気あるねって言われるんで、わんぱくですですよね、知ってます、ももかさん。タイガースファンで兵庫県で同郷なんですよ、私と一緒で。もうほんまに面白くて、トークスキルほんま盗みたいです大井さん、淡路の子やな、うん、淡路の子ですか、私がですか。淡路島行ったことあって、おすすめの食べ物があるんでぜひ皆さん食べてほしいんですけど、玉ねぎスープと淡路の新玉ねぎがめっちゃ美味しくて、玉ねぎに塩振ってレンジでやったらめっちゃ美味しいです。ぜひ淡路に行った時は買いもお買い求めください。めっちゃ美味しいです。こんばんは、早く大人になりたいバサラ坊さん。どうですかね、高校生が結構楽しいし、部活がめっちゃ好きなんで部活引退したくなくて、大人になりたくないですね。18歳がもう成人なんで、もう1年もないですね、うん、早い本当に。大人になる前にアイドルになるっていう夢を叶えたいです。年齢制限とかもやっぱ募集であって、17なんで18歳までとかだったり20歳までとかだったり、他の職業とかは割と制限とかないんですけど、アイドルさんとかだと年齢制限があって、今のうちにしか追い求められない夢で、どうしても叶えたい夢なので、大人に、まだ私は早く大人にはなりたくないです。それまで私は NMB さんに入って、はい、皆さんに推されるような素敵なメンバーさんになりたいです。奥村桃香ちゃん、わかるわよ、農業、はい、乗馬とかもしてたらしくって、ハイスペックですよねほんまにすごい。あなたも播州の子かしら。そうですね、私兵庫なんで播州ですね。兵庫って全部まとめて播州ですかね。播州ですはじめまして、小粋なくまさん、こんばんは。あおさん、こんばんは、59番です、よろしくお願いします。もう情報量少なすぎると思うんですけど、ぜひ皆さん私とおしゃべりしてください。7時までなんで、ちょうどご飯今食べてますか皆さん。私も配信終わったらすぐ食べます。今日話そうと思ってたことをいっぱい書いてて喋れるときに喋りますね。皆さんのコメント読めたら。ああそうなんですね、大井さん姫路のこと、あ、播州やったら全部まとめて播州やと思ってました。私ずっと兵庫住みやのにダメですね日本地図とかもめっちゃ苦手で、日本史選択なんですけどそうなんですよ、もう高3になっちゃって、今絶賛受験期で。ターゲットとか皆さんやってました？1900語もほんまに覚えられへんくって、ピンチです。私語彙力がほんまに英語でも日本語でも足りてなくて。受験勉強どうやって皆さん頑張ってたとか、私に何やろ
糧として皆さん教えてください。受験めっちゃ逃げたいんですけど逃げれないので応援してください。お久しぶりです、スズボンさん、お久しぶりです。59番です。 NMB さんのオーディション受けてます、押してください。かまちゃんさんこんばんは、こんばんは。59番です。しっかりしたのね、落ち着いとるわ。落ち着いてますか。もう私めっちゃ声のトーン、声が低くてもともと落ち着いてるように感じるかもです。めっちゃ行動とかも手とかめっちゃ使って喋っちゃうんで、めっちゃわちゃわちゃしてるねって言われます、友達から。動きすぎって、はい、止められたりとか。全然落ち着いてないですよ私。学校とかもめっちゃ休み時間喋りますし、部活でも動き回りますし。見えますか、落ち着いてるように。皆さんの前で殻破けるように頑張ります。今めっちゃ緊張しててうまく喋れないです。こんばんは、隣のとろろさん、こんばんは。私あのおにぎりのとろろめっちゃ好きで、とろろ好きですか、とろろさんは。緑の、もう私一回ハマったらずっとそれを食べ続けるっていうのがあって、去年とかほぼずっと毎日おにぎりのとろろ食べてました。今おにぎりのわかめ推しです。わかめ。何時ぐらいに見られる私をですか。なんだろう、土日とかはたくさんできると思うんですけど、部活があったらまた変わるのと、平日とかは毎日部活があって、もう大会が実はめっちゃ近くて切羽詰まっちゃってて、練習めっちゃ長いんで、平日とかは5時スタートはできなくて、8時とか8時半とかから なるかもです。平日は時間良ければ59番のために開けててください。8時ぐらいからできたらします。ゆさんピカピカありがとうございます。ピカピカ。はじめまして、フライドガーリックさん、はじめまして。59番です。県は行けるとか神戸市までが摂津国、ああめっちゃ勉強になります。それ覚えるテストとかもやったんですけど、私はその時は覚えるんですけどすぐ忘れちゃうので、もうなるほど、どれでしょう、私はどこかにいます、全部行ったことあります。いろいろ知ってる気がするのはデジャブですかね。デジャブですね。知ってますか。じゃあ多分その知ってることよりたくさんもっと知らないことの方が多いと思うので、はい、私の推しポイントでもいいですし、赤花さん質問待ってます。教えてくださってありがとうございます。ザギーさん、ザギーさんも、うん、難しいですね、そのハリマとか、全部行ったことあります私、全て。田島も丹波も、丹波黒豆も美味しいです。田島は田島牛がめっちゃ美味しいですし、神戸は何やろ、神戸あの中華街みたいなのがあって名前忘れたけど、そことか都会ですね。神戸も、神戸プリンとかいっぱい美味しいものたくさんあるんで、兵庫にはぜひ来てください。名前も捨てたのかしら、ですよね。何回かショールームオーディションしたことがあって、その時の名前使おうかなって思ったり、食べ物好きなんでボーロちゃんでもありかなとか、お芋ちゃんとかとろろちゃんとか。悩みます。動き変なの NMB っぽくていいやん。個性ですか。動き変なんですよ、なんかワードセンスもめっちゃ変って言われます。今日もなんか私が自覚ないんですけど変なこと言ったっぽくて、みんなツボに入ってました。またそのワードセンスが出ちゃうかもなんですけど、皆さん突っ込んでください。
私ボケ担当なんで。初見です、ありがとうございます。 NMB さんのオーディションに参加してます。兵庫県出身、高校3年生、17歳の59番です。私を押してください。初回配信で、今初めてなんで、皆さん初めまして。久しぶり、あ、ありがとうございます。知ってます。頑張ります。初めまして、初見さん、フォローとかもありがとうございます。嬉しいです。もう2800人ぐらいの方が今見てもらえてるって、もう全然想像つかなくって、でもめっちゃ緊張しちゃって。リラックスですね、リラックスして喋ります。初見さん、はじめまして。何町ね、何町でしょう。さて、どこに住んでるでしょう。兵庫住みです。生まれも育ちも兵庫で、でもおばあちゃんが山口に住んでるので、九州とか福岡とかそっちには行ったことあるんですけど、北海道とか私めっちゃ上の方には行ったことなくて、北海道ジャガポックルとか白い恋人とかカニとか美味しいもんいっぱいあるんで、一回は行ってみたいです。とどみちさん、ファイト、ありがとうございます。嬉しいです、また見つけてくださってありがとうございます。南京町、あ、それです。もうとっさになると私出てこなくて、この前も友達と南京町まで出かけて、一緒にお団子ヘアして、ワンピースみたいなの着て、南京町をまさかの大雨の中巡りました。おすすめは焼き小籠包とごま団子と大学芋と焼き芋屋さんがあって、行っちゃいました。めっちゃ美味しくって、私焼き芋めっちゃ好きなんで、焼き芋作っちゃうぐらい好きです。工作も好き でその南京町一緒に行った友達が、私焼き芋好きなんを知ってくれてるから、焼き芋って書いてくれたの私にくれました。南京町、ありがとうございます、教えてくださって。また会えて嬉しい。渡辺さん、知ってます、ありがとうございます。料理は好きかしら。料理食べるのは好きなんですけど、食べる専門でめっちゃ下手なんですよ。コックちゃん。いいんですかね、料理できないのに。今回イベントはいけるから投げてもらうために、投げてもらうために、あ、カラオケとか練習します。私実は最近ディズニーに友達と行って、その時に何やろう、絶叫とか乗ったら声をめちゃくちゃ枯らしてしまって、はい、やらかしたんですよ。なので声の状態が万全じゃないから思いっきり歌えなくて、歌えたら歌います。ディズニーの話を聞いてほしいんですけど、タワーオブテラーめっちゃ怖かったんですけど、友達がめっちゃ好きやから乗ったんですね、一緒に。そしたらまさかの期間限定でめっちゃ怖い設定やったらしくって、もう本当に怖くて。しかも座席があるんですけど、いっちゃん後ろの真ん中はたまたま前が誰もいない席で、もうオーシャンビューみたいな感じで景色がめっちゃ見えるんですけど、友達とじゃんけんして負けちゃって、私そこの席でもうめっちゃ怖くて、しかも前の何やろ、座席がないから、ディズニーで買ったお土産とかも全部落下する時にぶっ飛んで必死に抑えて、もういろいろ汗でした。ディズニー楽しかったです。今日部活で行った時に後輩ちゃんにお土産渡したらめっちゃ喜んでくれて。そうですね、らしくって、すごいですね、ショールームで決まるんだとか思ったり、ちょっとびっくりですね。ショールーム、まあ順位も大切やけど、皆さんといっぱいおしゃべりしたいので楽しく頑張ります。でも負けず嫌いなんで、一応上は目指してます。皆さん応援してください。59番
よろしくお願いします。こんばんは、ヒデリンさん、ハートありがとうございます、嬉しいですこんばんは、ととみつさん、こんばんは、来てくださって嬉しいです。ヒデリンさん、だるまたくさんありがとうございます。皆さんフォローしてくださって、見つけてくださって、そのご縁に感謝です、ありがとうございます今日私の配信見て癒されたよとか、明日頑張れるとか思ってくださったら私本望です皆さんいっぱい喋りましょう、私と。フィラリーさん初見です、初めましてじゃないですけど、ありがとうございますたい焼きのアイコン、嬉しい、嬉しいです、また見つけてくださって、ぜひ最後まで押してくださいいっぱい喋りましょう。出かけるとき自分から誘う、そうですね誘うけど、なんやろ、準備するまで私めんどくさがるタイプで、行くってなったらめっちゃ楽しむんですけど、遊ぶ予定とか誘ってもらうことが多いですね。でもアウトドアなんで結構出かけるのも好きで、コテージ借りてキャンプしたりとかも好きですし、遠出するのも好きです。友達とやから、この前2人で東京行って遠出して、ディズニーもディズニーシーも行って、はい、めっちゃ疲れたんですけど最高の思い出になりましたはじめまして。焼き芋ひらがなだけにすると星になる単語があるの、あ、そうなんですか。焼き芋難しいですね、コメント打つの焼き芋めっちゃ好きで、今も冷蔵庫にストックあります、おばあちゃんが買ってきてくれて。私はホクホク派よりねっとり派ですね、甘いのが好きです体操やってる子って小柄なイメージだけど背高いんやね。ですよね、入ったら、なんやろ、私以外身長低めな子が多くて、集合写真とか並ぶんですけど、なんか私が真ん中に立つとこうなるみたいなはい、高いです。不利なところもあると思うんですけど、多分ちっちゃく丸丸とかが大きか、体が大きいとしにくいので。でも手足を伸ばすことで技をきれいに見せたりとかできるので強みやと思ってます。みょんみょんさん、小判ありがとうございます、大判小判嬉しいです。今日本史の勉強でちょうど小判のところやってて、官営通報とかもうわけわかんないです、小判名前が書けへんし、感じで頑張ってますよしくんさん、はじめまして、59番です、よろしくお願いします。カリッと香ばしいガーリックさん、ありがとうございます、ピカピカ部活のイントネーションかわいい、なまってますか、部活って言いません、言いません難しい関西弁ってずっと使ってるのに、緊張してたらなんかおかしくなっちゃって、はい、部活はい、カリッとフライドガーリックさん、ハートありがとうございます、嬉しいですなんて言えばいい、まだ決めかねておりまして、59番なんでいっぱい皆さんが考えてくれてるんですけど、悩みに悩んでおりまして、選択肢から。次8時から10時まで配信あるんで、それまでに私が決めて書けたら書いてきます。今は何がいい59番ちゃんで硬くてすいません、また決めます、すぐに。お久しぶり、ありがとうございます。たい焼き、たい焼きの季節ですか、違いますね、まだ春ですね、終わっちゃいましたね、たい焼きの季節。たい焼きの部類で言うと、私回転焼きがめちゃくちゃ好きで、サザエっていう回転焼き皆さん知ってますか。ずっと小さい頃に食べてた回転焼き専門店なんかなっていうお店で、その回転焼きがめっちゃ美味しくて、そのあんこに豆乳が入ってるやつ食べてみてください、もう人生変わるぐらい美味しくって、東京に友達と遊びに行った時にそれ4つぐらい、重いけど持って帰りました、そんぐらい好きです
頑張ってください。頑張ります。ゴンさんありがとうございます。ハンさんさん、なんだろう、目が悪くてうちわに書いてる文字読めへんありがとうございます、嬉しいです初訪問の方はじめまして、 NMB さんのオーディション受けてます。兵庫県出身、高校3年生17歳、体操部に入ってます。 A 型 165.5cm 59番です。よろしくお願いします。 NMB さんで好きなメンバーさんは川上千尋さんと桜田彩香さんです。好きな曲は一つだけに絞ったら夢は逃げないですね。たくさんあるんですけど、皆さんとおしゃべりしたいです。応援よろしくお願いします。皆さんぜひよかったらフォローしてください。お願いしますフォローしたら通知が多分来ると思うんで、私を見逃さないように、見逃しチェックです。見逃さチェック、欠かさずチェックです11歳からで若い子が、そうですかね、でもめっちゃ若い方もいらして、年上の方になっちゃいますね。もう年取るの嫌です。私誕生日が来るのが嫌で、このアイドルを目指し始めて中3から目指してるんですけど、そっからもう誕生日が嬉しくなくて、年取っちゃうから、はい、年寄りかもです、高3私あの部活入ってて体操部やってるんですけど、体を痛めることが多くて、体操部入ったら腰が痛くなっちゃって、よく腰痛いって友達に言ってたら、おばあちゃんかよって言われます。皆さん体には気をつけていたわってください。ウルスさん、ハートありがとうございます。宮千代さん、こんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。投票じゃなくて私の独断で決めるんだかもです投票機能をちょっと使いこなせる自信なくて、なんか押したら配信終了とか押しちゃいそうで怖いんで、独断かもカムカバーさん、59番ちゃん久しぶり、はい、いいです、ありがとうございます。ショールーム審査参加するのは私今回で3回目で、3度目の正直で頑張ってるんで、皆さん応援してください。オーディションを参加する原点は NMB さんにあって、なんやろ、本当にアイドルに触れる機会を作ってくださったのが NMB さんで、学校で配られるなんかのチラシとかにもよく NMB さんが載ってるし、ずっと私渋谷渚さんが大好きでよく見てるので、はい、兵庫やし NMB が大好きです。合格して NMB48 のなんとかですって言いたいですね。すごく言えるように頑張るんで、皆さん押してください。たっちゃんさん、こんばんは。こんばんは、59番です。たい焼き食べるときどこから食べる、私は一番好きなところを最後に残すので、正面から行きます。顔から、顔から行って尻尾残しますね。私カリカリしたものがとにかく好きで、ベーコンとか何でもカリカリにしたら喜ぶんですよで一個この前ちゃうな、怒られた修学旅行でバーベキューやったんですよ、友達と班員の子とバーベキューして、で私がカリカリ好きやから、私に肉焼きを担当させたらカリカリになってまうって怒られました全部カリカリにしちゃって、私好みの硬さに、みんなにとっては硬かったらしくて好きなものを最後に食べる派です私。関営通報動線、ありがとうございます、めっちゃ勉強になる日本史も叩き込まないとやばいんで、私今日本史選択で頑張ってて、世界史とかカタカナがつらつらって並んでて、もうほんますごいなって思います。世界史選択の方、理系の方ももちろんなんですけど、あーやってますめっちゃそれ覚えます。はじめまして、コメッチさん、二度目ましてありがとうございます。初見です。キシリトールさん、59番です、よろしくお願いします。
皆さん116個もあるルームから私のルーム見つけてくださって光栄です。私すごく嬉しいです。ぜひ私に喋りかけてください。はいお願いします。今回絶対合格、もう絶対合格したくて、私すごく負けず嫌いで NMB さんめっちゃ好きでどうしても合格したくて、高3っていうこともあって受験期やから今回のオーディションでもう受けれへんのかなって他のはとか思って、 NMB さん受けるの2回目で9期生の時に吉見彩音さんと隣の番号で間近で見て合格してたのを知って、私も合格したいなってすごく思ったしリベンジしたいなって思ったので、私を押して後悔させません。頑張るので応援よろしくお願いします。岸井トールさんハートありがとうございます。たくさん嬉しいです甲子園は行ったことある、甲子園の場所には行ったことあるんですけど中入ったことなくて、でも野球とか好きでお父さん見てたらよく見るんで行ってみたいです。クラスの子とかでも結構阪神ファンとか多くってよく聞きます阪神の話こんばんは、こんばんは。ヒラリーさんタコたくさんありがとうございます、嬉しいそんないいんですか、なんか今限定のタコらしくて、それが嬉しいです。私にくださってありがとうございますハッピーですくまねパパさんこんばんは、こんばんは。二度目ましての方嬉しいです。初めましての方も来てくださってありがとうございます。アイスレモンさんこんばんは。キラキラ100お届けありがとうございます嬉しい。キラキラめっちゃ綺麗です、見えてますよ。しおりんさんこんばんは、こんばんは。59番です。残りあともう20分しかないんですけど喋り倒すので皆さんコメントしてください。ていちさんこんにちは、こんばんは。ピカピカサラティさんありがとうございますピカピカしてます、声がとてつもなく落ち着いてますね。嫌なんですよ私この声、めっちゃ低いし、もうこの前にディズニーって声枯らしてるんで、それもあってはい声枯れてるんですけどちょっとお茶飲んでいいですか喋り倒したらちょっと、お茶飲むタイミングが落ち着いてますか。声低いの嫌なんですよ、高い子って可愛いじゃないですか。聞こえてますか私の声、大丈夫ですか。声低くて聞こえにくいかも頑張って喋ります、声張りますね。私部活で副キャプやってて、体操とか掛け声とかもよくやったり、頑張って掛け声があるんですけど誰よりも声を出します、気合いマックスです声でかいってよく言われて、あの小さい声で喋らなあかんやつも大きい声で、私ボリュームの加減わかんないんでやっちゃうんですよねいつも落ち着いてますか、ありがとうございます。褒めてもらってるでいいんですかねそうなんですよ赤花さん、たくさんルームがあってお友達もいて、私のはい一緒に頑張ってます。サラティさんコメッチさんありがとうございます、ハート嬉しいですちょっと懐かしいお顔だったのでありがとうございます。懐かしみ感じてくれますか、私もそのクマさん懐かしみ感じます見たことあるすごく見つけてくださってありがとうございます。皆さんすごいですよ本当に、私を見つけてくださっててありがとうございますぜひ入ってくださったからには楽しませたいので、皆さん私といっぱい喋ってください。喋り足りてないです全然、私がコメント読むの遅いだけなんですけど可愛い、嬉しいです、ありがとうございます。褒めてもらえるのってこういう時しかないので、ショールーム審査するときに皆さん褒めてくれるのがめっちゃ嬉しくて、
感謝してます。休期か、そうなんですよ。休期生さん受けてダメで、で10期生さんあったら絶対受けようって思ってこの時を待ってました。ソラティさんピカピカありがとうございます。皆さんにちょっと私の全力でポンコツのやらかしを聞いてほしいんですけど、いいですか？この前歯医者さん行って、で定期検診やったんですけど、口開ける加減が分かんなくって思いっきり開けたら口切れちゃって、めっちゃかさぶたなってたんですけど、今日ちょっとマシかも。口切りました。口開けすぎて。バカですよね本当に。私力加減が本当に分かってなくって、この前の体育の授業でバレーした時も天井、体育館の天井にぶつけてめっちゃ笑われました。それ3回ぐらいやったんですよ、レシーブする時に。はい、力パワーあります、元気いっぱいです。59番です、よろしくお願いします。くまねパパさんピカピカありがとうございます、綺麗です。ザギーさんハートありがとうございます、嬉しい。イエイヌさんこんばんは、こんばんは。59番です、身長って前回の、あ、前回も受けてて今回3回目なんですけど、ショールーム伸びて多分3ミリぐらい伸びたんですけど、ちょっと不確かなので、はい、多分 165.5 ぐらいあります。3ミリ伸びてました。こんばんは、応援です、かわいい子ちゃん、ありがとうございます。かわいいだなんて、もうすぐ私ほっぺ赤くなるんで照れちゃいます。またうめさん水色のだるまありがとうございます。私今受験生でだるまとか縁起いいものめっちゃ嬉しいです。だるま作ったことあります。去年は阪神オリックスヴィッセル神戸が優勝して盛り上がったね。そうですね、私あのスポーツめっちゃ好きなんで、野球も好きやしサッカーも大好きで、ヴィッセル神戸とかあのキッズサポーターみたいなの出たこととか見に行ったりとかあって、スポーツ全般大好きです。ずっと通知表体育はオール A の5です。合格ちゃん、わあいいですね、めっちゃ演技いい。めっちゃいいですねそれ。ポエマーさんナイスです。名前また決めますね、皆さん呼びにくいと思うんで、決まったらめっちゃ呼んでください。その時はコメントでなんとかちゃんなんとかちゃんなんとかちゃんってよろしくお願いします。こんばんは、ゴンタさん、トマトちゃんさん、ハートありがとうございます。タコは人数なのね、人数ですかね、タコ1匹2匹かもです、1人2人じゃないかも。でもめっちゃありがたいです、タコ豹柄のやつ、なんか希少らしくて、陽光みたいなの見たらめっちゃありがたいです。またあのお礼書くんで見に来てください。今あのあいにくペンを向こうの部屋に置いてっちゃって、次の配信8時から10時でお礼させてください、見に来てください。その時にゆさんレインボー星ありがとうございます、嬉しいです。しっかり記憶しているんだね、本を大切にしそう。タンニさん、そうですかね、私記憶力乏しくてでも覚えてます。本当に握手会とかするのめっちゃ夢で、なんやろ、いっぱいオーディション受けてて、奥のココハさんって知ってますか、 SKE さんの、握手してもらったことあります、会場で。めっちゃ嬉しかったです。誰よりも声を張れ、そうですね、誰よりも声張ります。ショールームあるあるは私声の加減分かんなくて、声カラスっていうのがよくあるので、お茶多めに飲みます。水分本当に私取らなくて、でも体に悪いじゃないですか、水分取らないのって。2リットル飲むことを心がけて頑張ってます今。もうオーディション期間中は脂っこいものも手出すのあかんしで、リンゴ弁当ですね、ずっと最近は。塩漬けおすすめです。あれちゃん
あれありますね、野球のね、ありですね、めっちゃいい頑張ってください。何回何か見たことある村地さん、それは当たってるかもです。二度目ましてかもです頑張ってね。イエイヌさんありがとうございます、頑張ります。皆さん応援のコメントありがとうございます、嬉しい。常に全力、はい、常に全力で、加減知らないですよく怪我もしちゃうんで、うん、有余るパワーを制御できない、成長中。そうですね、私まだ成長期真っ盛りなんで、どこまでも食らいつくし、すごく負けず嫌いで、勝負事は何が何でも負けたくない性格です燃えます。大会ももうちょっとであって、実はあの最終日、このショールームオーディション最終日が大会なんですよ、私部活の9かな、29が大会で、でも最後皆さんに会えないのは寂しいので、大会出て汗ベタベタのまま多分戻ってこれると思うんで、最終日戻れるように、はい、って考えてます。まさか被るとは思わなくて、でも大事な大会で、団体メンバーなので穴も開けれなくて頑張ります10枚、嬉しい、ありがとうございます。これじゃ伝わらないうまさがあると私思ってるので、また習字見せますね、私渾身の書道配信とかもしたい。私墨汁の匂いとかめっちゃ好きなんですよ、線香の匂いとか、わかりますか。なので、はい、もしよかったら字書いて見せ、お見せしたいですね。ペペペって書いちゃったんで、これは結構時間かかりました。でも昨日夜中にやりました。武器になるから、前に見たの8×9どっちやろって思って解決したわ。そうですか、私9期生さんオーディション参加したことがあって、吉見彩音さんが隣の番号でリベンジしに来ました。私燃えてます、すごく。絶対私を9期で落としたことを後悔させてやるぐらいの気持ちで頑張ってます。合格ちゃんいいね、いいですね、いいねってタメ口や、いいですね、めっちゃあり自信つきますね。もう私が決めた名前以外でも呼んでくださっていいので、私も皆さんの名前のこと、なんか呼んでほしい名前があったら、なんとかって呼んでって言ってください、呼びます。すぐ忘れっぽいので、はい、なんとかって呼んでって何回も書いてもらわないと定着しないかもなんですけど、呼ばれたい名前あったら教えてください。私のこと好きな風に呼んでもらっても全然 OK こんばんは、悲劇のヒーローさん、ハートありがとうございます、届いてます嬉しいです、また会えて嬉しい、私も嬉しいですよくわかりましたね、私が59番ってこと、すごいです、才能です、それは嬉しい。今日は59番ちゃんの顔見て嬉しい、うわ嬉しい、カムカバーさんありがとうございます、こんな顔です私覚えてくださいありがとうございます、二度目ましてで。サラティさん、キャピキャピっとした感じより落ち着いた感じが好きだから、すごくこの配信好み、本当ですか。なんかアイドルさんの配信、結構ショールームとかもアイドルめっちゃ好きなんで見るんですけど、なんかほんまに可愛いし、あざといみたいなめっちゃ下手で私そういうのね、アイドル向いてないとかも思われるかもしれないんですけど、私はアイドルが好きで、どうしてもなりたい夢で叶えたくて、そのために全力私は注いで NMB さんに骨うずめる覚悟までできてるんで、応援してください。こんばんは、よっしゃ行くぞ久しぶりです、ありがとうございます。身長伸びた、3ミリ伸びましたこれはまあですけど、キング最終日、最終日まさか大会と被るだなんて、めっちゃ大事な大会なんですよ、穴開けれなくて。でも私ここに戻ってくる自信あるんで、誰よりも早く電車に乗って帰ってきます。
ね、頑張ります。初見さん、ガワさん、二度目ましてありがとうございます。キラキラ嬉しいです。フォローしました。ありがとうございます。よしエクゾーさん、皆さんよかったらフォローしてください。この3000人今見てくださってるから、皆さんがフォローしてくださったらものすごい数になります。待ってます。何でもいいので、何でもいいのでコメント。何でも言ってあれか。皆さんコメント待ってます。こんばんは、ガワさん、流れ星めっちゃありがとうございます。嬉しいです。あ、もうあと10分しかないですね。気づいたらちょっとコメント読み切りたいので急ぎます。こんばんは、小中が西宮で土を踏むな。そうなんですね。怖い声、私怖い声ですかね。低いんですよ声が。ピカピカありがとうございます。ガワさん、夜中に書くって懐かしい。夜中に書くんですよ私、夜型人間なんで。朝めっちゃ苦手で、でも明日朝配信がしたくって、パジャマ配信してみたくて。起きれるか不安ですね。後悔します。そうですよ、私を押さないと後悔しますよ。可愛い、嬉しいです。こんばんは、気合が入っててよろしい。 ありがとうございます、褒めてもらえて。今半袖です私、気合入ってます。悲劇のヒーローさんですかね。ありがとうございます、ハート。お芋ボールちゃん融合。悩みますね。配信はタメ口でいいと思います。急にタメ口でいいんですか。慣れないな全然。悩みます。もうちょっと慣れてきたらなるかもです。タメ口そう出していきます。部屋で言ってしまった、内緒。今私聞いちゃいました。嬉しいです。その気持ちが大切。何かやったことあるスポーツで、武道とかありますか。武道あるんかな。体育の授業とかやったら、なんとか固めとか柔道着着てやったりとか。武道、書道とかですかね。武道に入んないですね多分。スポーツは卓球、サッカー、体操、野球、テニスとか触ったぐらいですけど。運動好きなんで。でも私最近気づいたのが、ゴルフめっちゃ才能ないってことで、この前体育の授業で初めてゴルフしたんですけど、全然当たんなくてボールに、もう恥ずかしかったです私、ゴルフの才能なさすぎで。ダンス覚えるのめっちゃ遅いんで、努力してめっちゃ覚えます私。何倍速か遅くして覚えて見て、はい、ひたすら叩き込まないと覚え悪いんですよ。わさらごうさん、星ありがとうございます。嬉しいです。はじめまして、こんばんは。たまちゃんさん、こんばんは。上の数字は人数じゃなくなったよ。え、そうなんですか。3600人が星。ちょっと分かんなくて、人数じゃないんですか。私を押してくださってる方の人数でいいですか、じゃあ。ありがとうございます。めっちゃ可愛いから大丈夫。情報参加してないんですよ。参加したかったですね。はい、オラゴク59ありですね。悩む。チビアンさん、こんばんは。授業でゴルフとかあるんですよ。高3から急にゴルフの授業が入って、ことごとく才能なさすぎてずっと空振りで、はい、なので私動きたかったから、ゴルフってずっと止まってるじゃないですか。だから友達に打ってって言って、全力で球拾いして楽しんでましたゴルフ。あ、お疲れ様です。熊根パパさん、ゴルフのコツ教えてほしいです私。じゃないともう体育のテストやばいかも。盛り上がり、あ、盛り上がりですか。どんどん盛り上がっていきましょう皆さん。こんばんは。盛り上がり度っていう数値に変わった。盛り上がり。36028も盛り上がりですか。盛り上がってますね今。追いつきました。あの、ランキング書きますね。待っててください。ちゃんと準備してきたんで。あ、ペンありました。ペンない？あれ？見つけました。あの
見てくださった方のランキング書くので、皆さんちょっと待っててもらえますか。コメント出てたら読むんで、はい、ぜひぜひ。イベント、あ、ちょっとカキカキします。すごい、今9位です。9位、すごい、一桁ですよ皆さん。ありがとうございます。初配信でめっちゃ高い順位いただけて、私幸せ者です。そろそろお腹空きました私。皆さん食べました晩ご飯、何食べたとかまた聞きます、次の配信で。大丈夫ですか、マッキーの音苦手な方とかいたらすいません。なんか、あ、順位変わっちゃったかと思いました。すいません、順位変わってて書き漏れた方いらしたら。書きました、バッチリ。読んでから。そうですね。で、名前呼ばずにコメントだけ。100位から5位の方しか名前お書きできなくて。自分のペースで、はい、食べました赤花さん。私も今から食べます、急いで食べます。何が好き、お母さんの料理、肉じゃがとかオムレツとか好きです。いっぱいあるんですけど、他にも。こんばんは、よし、じゃあ読みます。トップ6までしか見えないですね、これ。6位の方からで、あ、見えました。壇上の方って何番からなんですかね、これって。10番からですか、ちょっと教えてください。壇上の方から読もうと思って、何位までが壇上ですか。あ、13ですか、ありがとうございます。じゃあ13位の方から読みます。あ、すごい、12位の方がめっちゃいる。12位、イノさん、ありがとうございます。初めましてで来てくださって嬉しいです。覚えてください、59番です。また次も待ってます。12位、ちくわドーナツさん。また来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。12位、くまねパパさん、また嬉しいです、2度目ましてで。次も頑張るので配信見逃し注意です、見に来てください、待ってます。ひでりんさんも来てくださってありがとうございます。アバターかわいいです。ととみちさん、10位ととみちさん、来てくださってありがとうございます。今もしかしてどなたかいらっしゃらない方もいるかもしれないんですけど、バナナ、私今バナナヨーグルトにハマってます。京都まささん、また来てくださって、見つけてくださって光栄です、ありがとうございます。待ってますね、私ここで、来てください。5位、すいません、順位変わっちゃってちょっと違うかもなんですけど、全部見えてるので読めてなくてすいません。はい、よかったらこれでいいかな。5位、大井さん、ありがとうございます。初配信記念すべきですよ、ありがとうございます、嬉しいです、またよろしくお願いします。2度目ましてで嬉しい。4位、バサラゴーさん、来てくださってありがとうございます。質問もめっちゃしてくれるの嬉しくて、どしどし待っております。と3位はゆまるさん、
私のこと見かけたことあるらしくて嬉しいですどんどん私のこと尻に知ってください。たくさん知ってください。よろしくお願いします。2ハンさん、ハンさんさんちょっと読み方合ってますか。これで珍しいお名前でありがとうございます。2位です、嬉しいです。1位ヒラリーさん、タコさんもめっちゃくださって、初めてこんなたくさんすごい嬉しいです。ありがとうございます。記念すべき初配信1位です。最後までこれは押さないとですね待ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。よかったらスクショしてしててくださいもう7時超えちゃったんで終わります。すいません、ドタバタで。ちょっとだけ超えちゃってもいいかな。5分ぐらい超えちゃうかも。ギョイありがとうございます。熊猫パパさん、見るところ間違えた。ライブランキングかも。読んでるのイベントの違うんですか。イベントとライブランキング、すいません、本当にごめんなさい、間違えました。イベントの方ですか。次からイベントの方を読みます。違うライブランキングですね。ライブランキング次読むんで、すいません、これから気をつけます。こんばんは、とてもいい日になりました。よかったです。またねです。また後で。ありがとうございます。もうめっちゃ言葉足らずで、なんやこの子って思ったかもしれないんですけど、今度は落ち着いて喋れるように、名前も皆さんからたくさん聞いたんで決めてこれるように、皆さん反論なしでお願いします決めてきます。初めての方顔覚えててください。じゃあスクショタイムするんで残り1分。ぜひ、はい、変わらずで、変わらずですか、よかったです。はい、じゃあ終わろうと思います。皆さん待ってます。ありがとうございます。初配信楽しかったです。緊張しましたまたお待ちしてます。さよなら、こんばんは、こんばんは切ります。